どうもベタです。朝からやっていきたいと思います。はい、お久しぶりですなのかな。先日、動画を上げさせてもらったんですけども、その時一応音声も撮ってたんですよ。でもちょっと後々編集してる時にちょっとさすがに皆さんには聞かせれない声だったので、ちょっと音声だけカットさせていただきました。まあ、これからはちょっと動画も休まず、上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてちょっと復帰ということで、まあ第1弾目、まあ声あり第1弾目は、まあ結構前々からもう10件ぐらいリクエストもらったのかな。一番リクエストもらってたナンバー10の、パサを作ってほしいということで、まあ今回聖火第1の限定ルート来た時にシルキーパスとキラーパスもらえるということで、まあやるしかないかなと思って、はい、今回挑戦しております。で、まあデッキの方はスズメ渡来、そしてムックンミスズで、スイーツちゃんオートちゃんで来てるのですが、このデッキ前4なんですよ。もともとスイーツちゃんの枠ラント君で結構今挑んでたんですけど、ラント君が成功しない。まあ大体それ以外がテクニック依存が多いんですけども、ラント君だけオフェンス依存で、ラント君を狙うと渡来君が失敗するっていうループにはまってて、もう前読んでもいいから、ラント君やめようと思ってスイーツちゃん入れております。で、持ち込みの方は、パードリとマネキン猫持ち込んでおります。そしてなぜかセンマル引いちゃいました。くそー、マジか、本当にガチ育成の時に来てほしかった。センマル来たら250選手作りますとか言えるのに、なんで選手ランク250作りますとか言えるのに、ちょっと残念ですね。まあでもちょっとやっていきたいと思います。で、とりあえず、どうしようか。くらつきちゃん。これね、コーチ踏みまーす。はい。第1弾目はね、コーチ、もし練習で踏めたとしても、結局、特殊能力もらえないんで、普通に遊んで踏んだ方がいいのかなと思って、自分は大体そうしております。でも、スズメちゃんいる場合は、スズメちゃん踏みます。みんなの体力回復が全部消えていく。もったいない。まあ、しょうがないけど。で、これはここだね。くらつきちゃん。くらつきも結構技術くれるんですよね。70もくれる。ありがたい。くらつきばっかだな。ムックンが欲しいんだけどな。まあいいや。スズメ。で、これでスズメも完了ですと。で、後指は2つなんで、すぐ完走すると思います。オートちゃんは多分、依存なしのランダムです。なので、まあ、いいでしょう。いいと思います。で、招き猫持ち込んでるんで、まあ、こんな感じで進めていこうかな。はい、行きまーす。あれ、俺、オートちゃんと誰入れてたっけ？じゃあ、くらつきか。ミスズはテクニック依存だと思うんだよな。どうしよう。ムックン行きたいな。やっぱりパサーといえばムックンの特能を取っていかないと、コツを取っていかないといけないので。まあ、ムックン行きましょう、これは。これはムックン行きます。バックスピンだけ潰してムックン。おー、マジか。おーおーおー。ちょっと残念だ。ちゃんとコツ欲しかったな。くらつきか。くらつきは行かない。はい、放置。練習後イベント来てほしい。あと、前指はどんどん進んでもらえないとちょっと足らないよ。休むか。いや、練習しないとまずいんだ。放置。おい、練習後イベント来てくれよ。そして、前指進んでね。ナイス、渡来。来い。はい、渡来。全然来ねえじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。メンタルいってきまーす。いいよ。前部屋本当にどんどん怒ってください。多分足らなくなっちゃうんで。で、筋力上げに行きたい？まあでもこれはコーチだな。普通にコーチだな。練習後イベント。
ナイス、いいよ、いいよいいよ。お、スズメちゃんありがたい、俺は来てくれた、助かる。で、メンタルもう光っちゃったか。俺は筋力取りに行きましょう。いいよ、ナイス、いいよいいよ。で、くらつきか。で、あといくつ足らない？筋力5か5か5か。これ一回デート挟んでもいいかな。デートダメだ、デートしちゃダメだ。これでテスタ君踏んで、テスタから筋力もらえるのが一番最高なんだけど、どう？あ、くれなかったか。これは精神もらいに行きます。よかったよかった、マイナスではなかった。うん、これはムックンだな、ムックン。なんかパスカン、技術じゃないんだ、技術じゃないんだ。うん、残念だ。1035、技術が大量に多分溢れてます。で、限定ルート行きまーす。で、一番初め渡来くん来てくれると助かるな。渡来くんから来てくれると助かる。テクニック練習を上げたい。お、テク上げます、もちろん上げます。もうこの時点でこれだけ稼げてるので余裕でしょう。まあ、オフェンスも20ぐらいいけるかな。で、技術300ぐらいいきたい。タック2、メンタル1、休まない、うん、休まないでいい。で、メンタル2ぐらいいこう。あー、1だな。うん、はい、これでいきたいと思います。タック2、うん、まあまあまあ、いいや、休まない、体力ねえじゃん、ダメじゃーん。いえ、あー、渡来から来なかった。まあいいや、いやいや、まあ休まなくてもメンタル光るんでいいや。オートちゃんさすがの、うん、オート50はこれが強いんですよね。で、これは、練習に誘導するだっけな。うん、いいね。いよいよ。そして、かけそばはどう？で、テクニック上げておきます。そろそろ、みすずちゃんもおとちゃんも多分乾燥しちゃって、みすずちゃんの方はテクニック依存だと、自分は思ってるんで、上げておきます。で、コーチ行きましょう。ナイス、いいよ。で、前部はどんどん怒ってね。前部怒らないと多分足らないよ、本当に。で、これは、渡来くん遊んでおきましょう。前部、ナイス。で、かけそばはどう？で、コーチいるね。コーチ来まーす。わーっと練習後イベントが来なかった。前部が来てほしい。前部が特に来てほしい。で、今この状態展開力あとまだ2か。うん、コーチだな。いや。いや、どっちだ？どっちだろう。いや、もうこれはメンタルいってきます。はい、くらつきちゃん次ですね。これくらつきちゃんそろそろナンバー10とかの関係があるから見とかないといけないのですが、さあ両方やろうでいいんだよな。両方やろうで、失敗しちゃダメなんだけど、両方やろう。はい、いいですね。で、次、くらつきちゃん成功してくださいね、お願いします。スイーツ行くか。まあスイーツの存在を完璧忘れてた。てか、マイベー怒って、マイベー。まあとりあえずスイーツ行くか。何くれる？パス。うわー、マイベーが怒らない。マジで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 、それきついきつい。
いな。はい、オフェンスいきます。いいよ、展開力で。オートチャンス成功しろ。ナイス、一心伝心。お、渡来くん来ましたね。渡来のプレーを褒める、いいですね。でこれはオートちゃん、わあダブルだったか。しかもこっち行きたいけど、まあこれはオートちゃんだな。体力ないし、そんな無茶していくところではない。でオフェンス上げておきましょう。うん、いいでしょう。でメンタルいきまーす。成功して、あー失敗した、残念です。ムックン、うん、あー敏将めっちゃもらえると思ったら、そうか、スイーツちゃんがいるからか。どうしようかな、これ。いやー行く価値はないよな、さすがに。でデートは禁止ではないので、これはスズメちゃん行っておきます。でこれはどうしよう、技術も精神も多分余るんだよな。まあでも精神もらっておきましょう。そう、多分余るんだよ両方とも。ちゃんとしろ。うん、真心を届け。どっちくれてもいいかな。技術くれたね。またらいくん、いやムックンのコツが来てくんないな。これはコーチ踏んで、そうですね、展開力のコツもらいましょう。わー来ない、マジか。ちょっと辛いな。なんでスルーしたんだ。うん、コーチがいない。これはスズメちゃん行こうか。スズメちゃんで筋力もらいに行きましょうか。筋力スズメ。俺が買うよ。来いよ、成功しろよ。成功したよね、これ多分。ナイス！ナンバー10ラストパス。いいですね。これで後イベの方は完了です。あとは前イベ回ってくれることと、渡来くん、睦月くん成功してくれれば完成です。なんか早いなと思った。千丸だった。そうだ、千丸のこと完璧忘れてました、今。で、これはコーチでいいっすかね。オートちゃんも行きたいのですが、コーチの評価を上げたい。うん、で、展開力。で、後イベがもう終わっちゃったんだよな。2218。まあまあまあ。まあ、こんなもんかな。で、渡来くんのインターンが来てほしいかな。お願いしまーす。で、テクニック20上げておきましょう。で、スピード30上げておきましょう。いや、30いける？無理じゃない？ 20 にしとこう。ちょっと怖いんでね。そんな無茶はしません。無茶はしません。無茶はしません。で、スピード1。デートは、する。遊ばない。いやー、低いな。低いな。低いな、低いな。これはちょっと低いな、さすがに。コーチ前3回にしとく？ちょっとさすがに低いので、経験点頑張っちゃおうか。これでいきます。では、行きましょう。ちょっと厳しいかな。このセクションちょっと厳しいな。はい、渡来くん行きます。で、テクニック練習を上げたい。強星だけはやめてくれ。強星は辛いぞ。ナイス。いいよ。お、ダブルタックは踏もうか。ダブルは踏んでいこう。ね。ダブルは踏んでいこう。で、いいんだよな。ダブルは踏んでいきます。ナイス。いいよ。で、後指は、お、体力回復あざす。おぉ、前指、済んでほしいな。済んでほしいな。で、テクニック、もう、A にしときます。はい。で、コーチ行きたい。けど、これは、さすがに、怖いぞ。さすがに、怖い。さすがに、怖い、怖い、怖い。で、どうする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 。あー、スピード30いけたな。いけたな、これ。まあ、いいや。スズメちゃん行こうか。スズメちゃんこういう時に、デートなしじゃないよな。デートなしじゃないので、スズメちゃん行っときます。わーっと。まあ、ちょっと体力消費して、うん。
最大値上げておきます。いいですね、これはいい。でこっからマイベちゃんと怒ってくれれば多分問題ないはず。でコーチ行きましょう。でまだ展開力多分つかみ終わっていなかったはずなので、はい、終わってないね。展開力いきます。はい、展開力ナイスです。前部怒ってお願いします。ナイス、かけそばで、スズメちゃんこれで完了ですね。スイッチちゃんが全く怒ってないのがちょっと怖いですが、はい。でこっち行こうかね。でいいんだよね。パス今どれぐらい掴んでたっけ。4か。いやパスだけは来てほしくないな。回復。うん、ドリブラー、まあいいよ、全然いいよ、それならばいいよ。スピード1回踏まないといけないんでスピードいきましょう。で前部どんどん怒ってください。前部、うん、スイズちゃんカーブを鍛えよう。でまあメンタルかな。すごいなこのメンタル、すごいもらえる。うん、ここ行きましょう。あざす。いやー、もうちょっとイベント起こってもらわないと困るな。もうちょっとどころか、かなりイベント起こってもらわないと困る。まあ、これはスイーツちゃんかな。うん、お願いだからパスはやめて。まあ、ドリブルもちょっとやめてほしいけど。うん、ドリブル。まあ、しょうがないね。いやー、イベントがマジで起こってくんない。はい、ムックンいきます。ムックンパスもダメだよ。もうパス潰すか。ダメだな。うん。では、ムックンいきまーす。チームプレイ。まあ、いいでしょう。骸骨です。で、イベント起これよ。イベント。ナイス。で、感心する。いいですね。で、ここで、コーチ前踏まないといけないんで、あと2回。1回、どうしよう。次、スズメって回復だっけ？スズメちゃん行きましょう。で、ここは金、あーやべ！回復じゃなかった。まあいいや、回復します。回復と思ってなかった。まあいいか。いいや。で、イベント起こってくんない。まあでも、これはコーチの方行きますね。はい、コーチで何潰そう、まあ、トラップかな。まあまあ、コーチ来なかった。まあしょうがないね。で、これは完了ですね。あとは、渡来くんとムックン完了させてください。お願いします。くらつきちゃん行くか。いや、コーチ前行かないといけないんだよな。コーチ前行かないといけないので、これちょっと体力回復して無茶してコーチ前行くのもありなんだよな。ちょっと体力回復するか。ね、さすがに、これで変にミスるのは痛いから。で、トラップもらっておきます。トラップ。はい。イベント。うん、怒った。来た。成功しろ。ナイス。いいよ。あとはムックンだけです。ムックンだけでパサーの完成ですね。で、何もらおう。スイーツちゃんのコツがすごい来る。でも回復を未だに引けてないっていう。まあ、ここはスイーツちゃんだろうな。はい、行きまーす。ムードはいらないんだよな。ムード潰すべきだったかな、やっぱり。まあいいでしょう。はい、経験点。ああ、そうだ、まだこれがあるんだ。はい、しっかり前半後半行きたいと思います。で、ちょっと能力上げようかな。スタミナ上げとこ。次で30って言われても上げれるようにしといて。やっぱり筋力不足か。まあ仕方ないね。はい、行きまーす。はい、終わりましたね。問題なく行けました。いいでしょう。
で、経験点3831、ちょっと低いかな。練習試合が来てて、もうイベントがだいぶ終わってる状態で、これはちょっと低いな。まあ仕方ないか。実績もちょっと稼げてませんが、ここから稼げていきたいと思います。ちょっとどうしてもセク3の実績がちょっとひどすぎた。さすがにひどすぎた。いやー、これもちょっとひどいな。テクニックを上げれないのにな。パワー上げたいな。パワー上げたい。まあね、やっぱり、パサーの人でもね、やっぱりヨーロッパの人たちはゴリゴリの人が多いんで、やっぱりそういう人をイメージしてしまうと、ね、あげたいかな。で、遊ばない。経験点もっといかないといけないな。これぐらいいけっかな。ちょっときついな。きつい。きついぞ。実績が足らない。実績が。まあでもこれぐらいでもいいのか、最悪。最悪いいのか。ドリブラー取っちゃおう。確かにもう取れてた。コーチは1回、まあ1回だな。で、精神。試合経験点が、渡来むっくん。それしかいないのか。現状、それしかいないので、110なんですよ。110。ちょっと辛いかな。110。これぐらいかな。これぐらいが限度かな。はい、これぐらいでいきたいと思います。行こう。いけるやろ。ちょっと実績低いですけどね。まあ、しょうがないね。で、青果食堂をやってみようかな。はい、青果屋食堂。はい、いいですね。で、ここでコーチがいればコーチ行こうか。コーチ行こうかな。で、スズメちゃんでもよかったのですが、コーチ行きます。で、何もらう？トラップでいい？トラップ行こう。はい。コーチ。練習後イベント。来ない！あ、マジか。これはちょっと痛いな。ムックン、成功しろ！ナイス！いいよ。いいよいいよ。で、これはちょっと、ここが美味しすぎるんで、ここ行きましょうか。行こう。おお、そうか。こんなものがあったんだ。知らなかった。クラツキと？あ、これでスルーパスもらえる、クロスもらえる。まあでもちょっとクロス失敗可能性がありますが、これはクロスもらいたいかな。スルーパスは正直最悪ムックンからもらえるけど、クロスはもらえないので、はい。あー、失敗した。失敗かよー。うわー、精神溢れちゃったし。まあ30上がるか分かんないし、これやばいぞ。これはこうしとこう。いや無理だ。これはもうちょっとこう振っとかないとちょっと精神が溢れちゃう。はい。で、もうメンタルはいきません。いや、これはちょっとスズメちゃんいきます。はい。成功してね、筋力が欲しいんです。はい、いいですね。はい、問題なく成功。で、ムックン、あと成功を祈るのみだよ。経験点と精神はもう余裕で足りますね。経験点は余裕。経験点か。経験点か。これ、一回コーチで遊んでおこう。あ、遊んだ。ダメなのか、これ。やばいな。やべえな。スズメちゃん、行っておきます。体力ありますが、ここはスズメちゃんで精密機械取っておきます。はい、いいですね。で、ムックン、
ムックン、そろそろ来といて。成功してね。ナイス。これで完了かな。一応完了でいいのかな。うん。で、スズメちゃんがちょっと足らないと。で、あとはコーチが来てくれるかどうかで変わってきますが、まあ、まあ、来てくれるでしょう、さすがに。さすがに来てくれるでしょう。来てくれなかったら泣くよ。筋力足らないよ。とりあえず、スズメちゃん、評価上げとこう。おーっと。練習後イベントも来ないし。あれ？あ、コーチいた。コーチ、練習後イベント来いよ、ちゃんと。ナイス。トラップ。そして、あと、ムックンのコツが全然踏めてない。踏めてない。踏みたいので来てください、ムックンのコツ。ムックン、じゃない。ムックンのコツが踏めないな。ちょっと辛いな。それはちょっと辛いぞ。アシストは直撮りでいいかな。まあでも筋力使うものは今やりたくないんだよな。ドリブラー1。まあでもちょっと査定ぶれしてあげないと足らないんですよね、実績が。まあ最後に考えましょう。で、スイーツちゃん、くらつき、トラップが、フリーキック司令塔欲しいけど、キープとかもらいそうだな。まあ、行ってみるか。筋力欲しいし、くらつき。いきます。何くれる？それはいらない。それはいらない。ダブル。踏んでおこうか。まあ、全然コツ取れてないんで、多分技術が多量に足らなくなるから、まあ、これは技術もらっとって問題ないでしょう。で、監督。最後。基礎値10ずつぐらいくれよ。はい、ナイス。で、今回もパワーは諦めます。S 無理です。しっかり前半、後半。パワーは S 絶対無理です。もう諦めました。諦めたので、最後筋力もらえるものは、すべてオフェンスに、オフェンスを B にしていきたいと思います。で、ここで、取れるものは取っておきましょう。クロスマシーンも取っちゃうか。もうクロス取れないからね。アシスト。まあ、パスカンとかのコツが欲しいから、アシストも潰そう。展開力。スルーパスはまだ粘る。で、維新電子もこの状態で取りましょう。これでいいかな。あとはマジパマエストロ。まあ、いいね。これでちょっとは査定に触れたかな。で、ワンタッチも取っとこう。もう多分コツ来ない。ワンタッチまでは取れない。これでいこうか。これでいきまーす。はい。では、行きましょう。はい。終わりましたね。で、これで実績いくらいってるかな。ちょっと怖いんだよな。実績値がちょっと低い気がする。そんな高くないんだよ、実績値が。あ、でもまあ、でも結構稼げたね。戦士能力が A 星3までいってるから。まあまあまあ、いけたね、結構。よかったかな。寝つきが悪い。精神。で、ここで、もうパワーは振りません。振れません。これでいきます。はい。で、あれ？もう金徳はだって7個いって、6個いったもんね。1,2,3,4,5,6 いったね。なので回復はもういいのか。回復ってあるよね、まだ。ちょっと使っ、微妙だな、これ。使うか。で、スカウト踏んどくのも悪いかな。筋力足りてないし。ああ、失敗した。厳しくすべき。で、ムックン。ナイス。ムックン、パス感が欲しい。トラップだけはマジでやめてくれ。スルーパス、パス感が余ってんすよ。で、トラップが今どういう状態？ 2？2 だっけ？
2か。トラップだけは本当に避けたい。パス感かスルーパス。パス感かスルーパス。お願いします。来い。パス感来た。ナイスです。いいですよ。いいよ。で、オフェンス20。パワー20。スピードテクニック20。で、スタミナ20。で、あとは。あとは取っていくだけですね。で、もう一度来てくれるとスルーパスのコツも取れますのでありがたいかな。で、一応、まあ、金徳は、パス重視のものに、パスメインのものにさせていただいておりますが、まあ、特能としまして、まあ、触れるものは振って、査定重視でいきたいと思いますので、そちらの方はご了承をお願いいたします。はい。では、行こうかな。はい。いいですね。うん。これで問題ない。やる気上げようか、これは。やる気上げていいよね。もうやる気上げていいよね。いいよね。いいよね。はい、上げます。決起会だよな。はい。やる気1段階だっけ？うん。2段階か。よかったよかった。いいよ。で、ムックン。あ、ムックンないな、これも。オートちゃんか。オートちゃん。カウンター結構あれだな、もらうの。で、いや、クラツキありだぞ。トラップ、キープ、パス、展開力、バックスピン取れてるから、フリーキック、司令塔だけなんですよ。司令塔が欲しい。司令塔はちょっと、この、うん、パスサッカーには絶対いるんで、どうせ取るから、司令塔、ください。ナイス、司令塔。いいね、さっきからコツ来てるね。で、どっち行く？いやー、これ、技術こんなにもらえるならこっちだろう。普通に考えて。うん、精神はね、ある程度あっても問題ないんで、メンタルいっておきましょうか。はい、メンタルいってきまーす。で、あとは試合っすね。試合、行きましょう。で、もう、抑えれるものが多分、大半のはずなんで、抑えときましょう。あー、マジパがまだ無理か。まあ、でもパス感は取ってきます。で、司令塔も取っておきましょう、司令塔。はい、とりあえずこれで行きましょうか。行きまーす。はーい。はい、終わりましたと。はい。あとは1試合だけですね。1試合だけ。テク1か。このコーチなんだろう。このコーチ。コーチか。まあ、テクだろうな。普通にテクだろうな。多分筋力よりかはテクの方がいいだろうな。行きましょう。では、最終試合勝っていきたいと思います。まあその前にキラパ取っちゃうか。マジパが取れない。マジパ取ってスルパ取ってあとキラパだけか。はい、これでいきたいと思います。いいんだよな。まあじゃあ大一番取っとこうか。まあ大一番はねあった方がいいだろうな。ハードワークとかもね、あった方がそれっぽい。動き回るパサー。でもナンバー10続いてる時点でもう動き回らないんだけどな。まあいいか。いいでしょう。これでいきまーす。いきまーす。はい、終わりましたね。あとは能力ぶりで、経験点いくら稼いでるかなんですけど、8000ぐらいは行きたいんだけどな。今回、3股じゃないんで、経験点もそんな稼げてないんですよ。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどね。8000ぐらいは行ってないか、やっぱり。最後がね、やっぱ最後のセクションが大変だ。で、ここで、どうするかと言いますと、
どうしようかな。突破力はいらない、キラパワフルで、まあシュートは振りましょう。決定力も振るで、ヘディング振る、マーク外し振る、マッチアップ振る、ボールダッシュ振る、カバーリング振るで、フリーキック行きたい。まあまあまあ、カウンター意外性、フェアプレーマリーシア途中出場、フリーキック行きたいな、行こうか。パサーんーパサーんーって感じだけど、まあ振っときましょう。でまあトラップ行こうか、キープも行こうか、でフィジカル行こうかな、フィジカル行こうか、うん、フィジカル行きたいな。フィジカル行って、敏捷ちょっと自分でボール取ってくれ。でうん、タイエスと回復取って、いや回復じゃなくて爆発力取ろう。やっぱり敏捷が余るね。まあちょっと最後の方、振り方がパサーかって言われたらパサーじゃないかもしれませんが、もうこの辺のパスキンとパス能力はほぼほぼ取ったので許してください。でまあ司令塔も取ってるんで許してください。まあこれでいいかな、うん、これでいきましょうか。あとはうん、欲しいもの回復は別にいいかな、シュートレンジも別にいいかな、決定力も丸だけあればまあいいや。はい、これで終わろうかな。はい、終わります。これで終わります。これで終わります。はい、確定しまーす。で、これで最後査定が SSS は載ってるでしょう。さすがに載ってる。星1か星2、星1かな、基礎がちょっと低いからね。うん、SSS 星2、あ星2、うおおおお、結構いきましたね。まあさすが千丸って感じです。千丸でまあパス金得8個、まあクロスマシンは微妙っちゃ微妙なんですけどね。であとは維新伝心つけさせていただいたので、まあぼちぼちいいものができたのかな。うん、できればもうちょっとね、金得でなんだろう、司令塔の金得とかあれば取りたいなとは思うんですけど、まあこの金得は取れてればパサーとして、あダメじゃん俺、ダメだダメだ、バカなことしてました俺、スタイル取っちゃったからスタイル消えてる、アホだ、あーやらかした、すいません、ナンバー10のスタイル消しちゃいました。あーすいません、最後の最後で気づいちゃいましたが、ナンバー10のスタイルが消えました。はい、一応こういう形でうんなりましたが、あーやらかしたな、すいません、ちょっと失敗作となりましたが、はい、パス重視取ったついでに取っちゃいましたね、今気づきましたわ。はい、なんでナンバー10を作ろうではなく、パサーを作ろうにしておきます、題名は。はい、以上、動画で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またいろいろ動画は、まあ、喉のいい時は撮らせていただきますので、よろしくお願いいたします。ベタでした。さようなら。